ただきましてありがとうございます。今回は落ち込み癖を解消させる口癖についてご紹介をさせていただきたいと思います。立候補される皆様は多くの方と出会い、いろんなスタッフを動かしていかれる立場になることも多々ありますよね。出会えば出会うほど本当にいろんな個性があるんだなと、そしてどこまで行っても知らないこと、見たこともない魅力を持った人が世の中にはたくさんいて、自分の人生の中でそのほんの数パーセントにしか出会えないわけで、お互いにとって大切な出会いを、コミュニケーションを学ぶことで上手に育んでいけるとなお良いのではないかと考えています。時折何を言っても悪い方向にしか思考が向かないスタッフの方、ネガティブな方というのはいらっしゃいませんか？要因は様々なんですが、思考癖が原因で落ち込み癖がついてしまっているのです。心理学の交流分析という中で結末感情というのがあります。心理ゲームの終わりに味わうもやもやっとした不快感情で、憂鬱、怒り、悲しみ、恐怖、罪悪感、後悔などが代表的な感情であり、こうすると必ずまたこうなるのよね、ほらやっぱりという、ほらやっぱりを自分でそうなるように持っていってしまう、同じパターンの夫婦喧嘩、同じパターンの親子喧嘩など無意識でそのパターンを覚えていて、一番最後に同じ不快感を味わうように自分自身でそうなる方向へ運んでいっている状態なんです。親御さんがそうしている姿を見て育ったということが一つの要因ですね。親御さんの口癖って非常に怖いんですよ。子供って無意識で記憶してしまうんです。そして次に、学校でいつもそうなった。学校でこれまで何か頑張ろうとやってみても誰も手伝ってくれないとかですね、結果いつもそうなったとか、過去の、経験からネガティブを学習してしまっているという状態ですね。兄弟とそのような喧嘩をしてきたということも挙げられます。また子供の頃からそうすればいやいやでも親が言うことを聞いてくれた、こういうふうにダダをこねれば親が聞いてくれたなどなど、その自分自身にとってとても嫌な結末感情を自分自身が招いているということです。例えば最後には、そんなことしてくれなきゃこうよねという依頼の仕方ではなくても、できればこうしてくださるとすごく嬉しいんですけども、いかがでしょうか、いいですよ、本当ですか、ということもできるわけです。いろんなパターンがあるんですが、親に対して最後にはお願いどうしてもと嫌がっているのに頼んできたというネガティブな感情を繰り返している方は、大人になってからもそういうお願いの仕方を往々にしてされる傾向があるのではないかということですね。気がつけば大丈夫です。その時に、あ、これってもしかして子供の頃にもこういうお願いの仕方をして親を苦しめたことがあるよなとか、はっと気がついて、その気づき、気がつくということが非常に大切なんです。そこで気がつく、で気がついて、あ、頼む、はっと気がついて、できればこんな風にこういう理由でやっていただくと非常に嬉しいんですけれども、お願いできませんかに変えていくとかですよね、に変えていくとかですね。ではどうやって、そうは思ってもどうやって変えましょうか。ニューロリンギスティックプログラミング、神経言語プログラミングでは NLP と言いますが、脳の上書きをするということを提唱しているんです。ごくごくシンプルなんですよ。ググッと落ち込み切ったいつもの結末感情、またやってしまった、同じ夫婦喧嘩を繰り返してしまった、はっと、いつもと同じと気がつくとします。そこですかさず、まあいっかと
口に出して言ってみてください。なんでそんなことするのよ、なんとかかんとか、嫌な感情になってそのままほったらかしってあったのが、そこでもうまあいっかと言ってみるということですね。非常に簡単です。言葉を変えて、もう大丈夫でも構いません。なんだけどもう大丈夫とかですね。抑えても結末感情っていうのは、人間の一旦刷り込まれた思考癖というのは急には止まらないんです。だからそこに付け加えていきましょうという考え方です。引き金となる出来事があって、そしていつもの喧嘩が起こる、そして最終的に同じ落ち込み方をする、それを繰り返しているわけですよね。 1,2,3,1,2,3 とです。引き金の出来事、いつもの喧嘩、同じ落ち込み、そこにプラスしましょう。でも立ち直って前を向くあなたということです。この流れに変えていきましょう。そして行動を俯瞰で見て、変えていきましょうということです。そのうちその引き金の出来事が起こった時点で、いつもの喧嘩が、これまたいつものパターンから立ち直る自分に行くんだなと思うと、引き金の出来事が起こった時に早く気づけるように変わっていくんです。本当に不思議なんですけれども、すごいエネルギーで喧嘩をしたところで、結局あなたは立ち直って前を向くんですから、そうなればそんなエネルギーを使う前に話し合いで解決をなさったり、次のステップへ学習をして進むことができるようになるんです。梅干しを食べれば唾が出ます。行動の結末をネガティブなところで終了するのではなくて、しつこいほどプラスのところに持っていって変えてください。たった一つで構わないんです。一つそれができると、二つ目からは楽に変えていくことができるんです。あ、気がついた、いつものパターンになっちゃう、話し合いをしようという感じにですね、パターンを変えていくということが非常に楽になる。こうするとネガティブな方向に行くから、それにそこから結局でも大丈夫と持っていくのであれば、この 2,3,4 のパターンを省いて、この1で気がついて、あ、無駄だからやめておこうというふうに自分が変わっていけるということなんです。心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる。これはウィリアム・ジェームズ、心理学者で哲学者の言葉です。どうしても変わらない、今までの思考癖を変えたい、どうすればいいのかとお悩みの方に、次のプラスになる言葉一つをお使いくださいというご提案でした。日頃のネガティブな癖を変えていくために、もう大丈夫、まあいいかなど、一つ最終的に嫌な思いを味わった時にすぐにその言葉をプラスしてみるということをご提案をさせていただきました。どうぞ日常の活動の中でご活用ください。日々大変かと思いますが、ストレスをためられることがなく、必ずご覧になられている方はたくさんいらっしゃると思います。今日のご活動も、有権者の皆さんのために笑顔で頑張ってください。いってらっしゃい。